んこんにちは。なんと生放送でお伝えをしています。後ほど YouTube にもアップしますが、 Ustream でみずほチャンネル生放送、みずほ番組生放送です。今日は4人のとっても素敵な女性に来ていただきました。じゃあ、それぞれちょっと自己紹介を簡単にお願いします。はい、では皆さんこんにちは。私は八王子市議会議員の佐藤あずさと申します。今日は福島みずほさんと、そしてサンタマ4姉妹の他の皆様と一緒に、皆さんと楽しく座談会ということでこの1年を振り返れたらと思っています。よろしくお願いします。ちょっぴり鼻声ですね。大丈夫ですか？そうなんです、少し風邪をひいてしまいます。あ、大事に。はい、はい、皆さんこんにちは。小平市議会議員の中井美和と申します。今日年末ということで、激動の1年でしたけども、1年振り返って皆様と楽しく楽しい時間を過ごしたいと思いますので、今日一日よろしくお願いします。皆さんこんにちは。調布市議会議員榊原敏子です。ガッツだけが取り柄の、私でございますが1年振り返って今日は楽しく、過ごさせていただきたいと思います。お願いいたします。皆さんこんにちは。多摩市議会議員伊地知京子です。三玉四姉妹と言っていただいているんですが、末の妹との年の差を考えるとちょっと胸が痛いようなでもこの際気にしないで、今日は楽しくおしゃべりさせていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冗談で三玉四姉妹、あれは若草物語、あるいはささめゆき、ささめゆきってなんかこうゴージャスな感じですね。お着物でも着なくちゃじゃないけど、はい、三玉四姉妹なんですが、4姉妹のちょっと話してください、はい、そうですね、うん、私たちがどうして三玉四姉妹というふうに言っていただいているかというと、実はこの今年の4月に行われた統一自治体選挙で初当選をした三玉地域の社民党公認の女性議員4名ということでございます、うん、三玉地域には女性議員他の方もいらっしゃいますし、社民党の推薦で議員になった方もいらっしゃるんですが、社民党公認で新人で送り出していただいた4人ということで4姉妹というふうに呼ばれております。はい、市原ひろ子さんね、はい、お前の、それから、清瀬市の布施ゆめさんね、もっといろいろいらっしゃるし、男性もいらっしゃるんですけどね、でも公認 で4人の共通項はバトンタッチ で、 そうなんです、しかも今回が初めて で、 そうなんです、そしてなんと全員当選。そうなんです、ね、本当にもうこれはみんなでもう1年前はもう本当につらい、どうしよう選挙と思っていたんですけれどもなんとか皆さんのおかげで送り出していただきました、ね、皆さんも本当にありがとうございます。でも激動の1年というか、だって議員でなくって立候補を決めて議員になったから、来年また参議院選挙があるし、また議会もあって大変ですが、激動の1年でしたよね、はい、選挙で始まった今年ですよね。そうです、ね、じゃあ今年を振り返り、でもこれは来年も YouTube で流すので、でも今年1年振り返ってそれぞれちょっと話してくださいますか。はい、じゃあどうしますか。はい、どうぞ。すみません、はいはい、では、三玉四姉妹、四女ということで八王子の佐藤あずさです。エミリーちゃんですね、赤草で生まれの。はい、2015年は本当に激動の1年の一言に尽きるんですけれども、特に自分の選挙戦もあったんですが、それ以上にもう任期が5月1日からスタートしまして、で6月から定例会市議会で始まるんですけれども、市議会での議会活動はもちろんのこと、国会の方の安保法をめぐっての攻防が市議会でもありまして、八王子市議会でも当時安保法案でしたけれども、これに対して賛成の立場、反対の立場ということで意見書の攻防がありました。でも新人ということにも関わりなく、もう私はもう断固反対の立場で討論をして、もう大変貴重な経験をさせていただきましたし、でもそれ以上に八王子の場合は安保法に賛成の立場の意見書が可決になってしまったんですね。で本当に悔しい思いをしまして、もうどんなに自分の言葉を尽くしてもなかなかこの意見書を通すことができなかったっていう、最初から悔しい思いで始まるっていう、もう絶対に負けないんだという強い気持ちを持って、この仕事を全うしようというふうに強い決意を抱いた、そういった一年であります。忙しい、はい、フェイスブック見ててもとても忙しいですよね。じゃあ中井さんお願いします。
こんにちは、小平市議会議員の中井美和です。本当に、まあ、選挙から始まった年で、何でしょう、今ちょうど去年の今頃から、まあ、こう選挙に出るっていう準備を始めてたなとつくづく、ここに来るまでも考えて、みんなウィウィしかったですよね。今もウィウィしいけど、もう毎朝駅と夜とっていう戦略から始まって、いや本当になんか、まあ、なんとか乗り越えたなっていうのが一番でしたね。で本当に寒さと戦いと体力の戦いもあったので、いやなんでしょう、なんかもう一回と思うとなかなか次できるのかなみたいな頑張りで、実際なんとかまあ当選いただいて、やっぱり保育士から、まあ、議員という本当に全く違う人生になったわけ で議会に臨んでも本当にもう用語からもう本当にわからないことだらけの日々で、もうつくづくもう勉強との戦い、かつまたもういろんなイベントに、私のまあ議員になってからの目標としてはとにかく皆さんのことを聞くっていう一年にしようと思ったので、うん、もう地域のイベントはとにかく全部出るって決めたんですね。うん、そうですね。そっからやはりこういろんな方の市民のお話を聞いて、まあ、自分のものにして、そっから何でしょう、勉強っていう、もうそれの繰り返してもう今に至るっていう感じですね。でもあれですね、ママでなくちゃ変わらないって言ってお父ちゃんのお子さんもいらっしゃるんですよね。でも両立って言うと変だけどね、はい、ってやってらっしゃるんだもんね、なんとか今日もすいません、はい、どうぞ、はい。私はですね、ちょうど去年9月から、まあ、仕事をしながらの戦いを始めていましたけれども、もうハンドルを握りながら、まあ、週4回、まあ、4日ですね、4勤1休5勤1休とかっていうスタイルなんですけれども、でその中で仕事をしながら空いた時には、政治活動、選挙活動をできるという感じだったので、うん、仕事はあれですもんね、はい、運転手を、バスの路線バスの運転手をしてますが、それをしながらの戦いがとにかく眠かったと、もうひたすら眠かったということで、バス本当に乗りながらこうやってふっって何回信号で目がつぶったかっていうぐらいのぐらい本当に時間を、本当に時間がなかった、戦ってきたっていうのが大変、あの今思えばよく頑張ったなと思う一年でありましたけれども、で、まあ、4月の26日当選果たさせていただきまして、で今やっと、あでその後6月、調布は6月1日からだったもんですから、うん、5月31日までハンドルを握り、で6月1日から専念させていただいているという状況ですけれども、私も中井さんと同じようにやはりあの民間企業ですからね、いたところですから、やっぱりそのこう行政というものを一から本当に言葉一つからっていうことが大変で、今何としてもこれは頑張らなきゃいけないって、あの人生の中で一番勉強してる時期じゃないのかなっていう時でございます。とにかく頑張ってまいります。あれですね、あの路線バスの現職の運転手から議員へって珍しいというか、しかも、まあ、女性でしょ、だからある意味かっこいいですよね。華麗なる転身と華麗で言い使いありがとうございます。ではイジチさん、はい、私はですね本当に、まあ、3.11 以降もう本当に何もそれまで考えてなかった人間が、矢も盾もたまらず路上へ出てデモとか集会とかですね、そういったところでまあ福島さんの姿も遠巻きに拝見して、ただ本当に自分が行政の内側へ入っていくなんてことは全く考えてなかったんで、もうこのまま一生仕事をしながら、あの空いた時間にはそうやって集会行ったりデモ行ったりして、そういう形で市民活動としてやっていこうと思っていたので、もう変わったも変わった自分があの公の立場で立つということは私の人生プランになかったですから、あのもう皆さんもおっしゃった通り、真っ白な状態から始めて、今も本当に 1+1 は2っていうところから始めてる状態です。ですけれども、やはりあの地方自治体ですけど
でも自治体のそういった行政の中へ入ってみないとやっぱりわからないこともあります。どうしてこういうことがうまくいかないんだろうとか、こういう声がストレートに届かないのはなぜなんだろうっていうことも少しだけ、本当に少しですけど、まだ1年坊主ですし、改めてこういった仕事の難しさとでもやりがいというものもあるのかな、うん、ただ本当にこの1年激動でしたけど、本当の激動はこれからかなって。そうですね、そうね、そういう気持ちがしていますので、うん、そういったことでも今ここにいる姉妹とそして福島さんと戦えたらもうこんな心強いことはないと思ってます。どうかよろしくお願いします。でも華やかというかみんな元気いっぱいというか、力を合わせるとなんか本当にね、なんかいろんなことができるっていう感じですよね。でも私ももともと弁護士だったので、議員になるっていうか、まあ立候補するっていうのは自分のライフプランになかったんですよね。だから多分全員ライフプランにないけど、やむにやまれずですよね。どうですか？そうですね、はい、そういったところもまた順番にお話していければと思うんですが、ね、まずその前に少し、はい、今我々のこの1年を振り返ってがあったんですが、今日は12月27日ですけれども、はい、12月24日クリスマスイブは福島みずほさんのお誕生日だったということで、 そうなんです。それで福島さんの2015年を振り返ってお話しいただくということで、私たちわーい、ありがとう、プレゼントを持ってまいりましたので、まあ可愛らしい、はい、いつのバラではないですか。ちょっと3日遅れになってしまったんですけど、ありがとうございます。それではハッピーバースデー、はい、福島みずほさん、はい、ありがとうございます。はい、お気持ち的なバラがありがとう。こちらが4人から、はい、ありがとう。まあ嬉しいな、嬉しいな、開けてもいいのかしら。はい、あー、ありがとう。これは本当に素敵な化粧の基礎化粧品ですね。それがはい、いろいろ4人でも迷ったんですけれども、はい、まず福島さんのイメージカラーピンクということで、ありがとう、ピンクで統一いたしました。リップスティック決まるし、やはりこのお仕事はですね、自分たちも感じているんですが、本当にたくさんの方と日々お会いして握手をする、もう手がもうたくさん、でもザラザラの手でこう握手をしたら皆さんもザラザラの手嫌だなっていう、あまり買いに塗ってないけど、それでハンドケアというのは大事かなというふうに思いまして、あまりハンドソープ、ありがとうハンドクリーム、そしてやはり話すことが仕事ということで、言葉が武器ですから、こうリップクリームたくさん話すとかの感想もリップクリームがいいかなということで、はい、そしてもう一つはやはりもう全国飛び回って、もう今日は鹿児島、明日は北海道というのは福島さんがお疲れの時にせめてリラックスできるバスタイムということで、ボディジェルでございます。ありがとうございます。じゃあこれから私あんまりハンドクリームを6時間ぐらい時々塗ってるんですが、じゃあこれからちょっとの手で、ね、握手ができる。ありがとうございます。素敵なピンクの寄せ書きをいただきました。なんか自分の番組に呼んでなんかプレゼントを送りました。本当にありがとうございます。でもやっぱり美容にも気を使ってるんですね。どうですか？どう？気を使う暇がない。そうですよね。もう髪を振り乱して走って、もうお荷物を3つ抱えて走り回っているような状況ですけれども、はい。で外国人ですって髪がバサバサになる。なりますね。あとは外線車にいわゆる乗って窓を開けて手を振るとなんかバサバサ風が吹いてくるし、目にゴミが入りそうみたいな。ありますか？そういうのはもうね、だいぶ慣れましたよね。慣れましたね。もう。はい、でもそういったの私たちの7ヶ月なり8ヶ月なんですが、福島さんもありがとうございます。はい、では、はい、そうですね、はい、私はですね、あ、じゃあこれはちょっと見せびらかして、あ、じゃあね、ありがとうございます。じゃあありがとうございます。そうですね、私はやっぱり今年は戦争法案が、まあ、削除要求され、でもまあ頑張ってみんなも応援してくれて議事録にアップされたという、それはもう本当に良かったんですが、まあ、本気で止めるシールズじゃないけれど、これが止め、まあ成立、まあ、強行された成立してないって未だに言ってるんですが、強行されたことは残念だけれども、でも逆に来年が勝負どころですよね。そうですね、これから戦争法廃止法案を出す、作動しないようにする、防衛予算のチェック、武器を海外に売らない、経済的徴兵制を起こさせないとかね、というまたあるいは自民党改憲案、憲法じゃないよと思うんですが、改憲案が参議院選挙後出ないように、参議院で3分の1
改憲させない勢力を作らなくちゃいけない、はい、だから、まあ、自民党250万票あると2人当選なんですよね。で私も来年、個人名を書いても、まあ参議院は党名でもいいし個人名でもいいんですが、そういう全国比例区の選挙に公認を受けたので憲法が変えられるかもしれない国会に、はい、安倍総理の天敵としてきちっと残ってですね、うん、頑張ろうと思っています。でも今日でも今年をで来ていただいたのは私も4人もちろん他の人もそうだけれど当選したのがすっごい嬉しくてね、うん、埼玉も残念ながら落選した人もいるけれど、千葉さんとかね前回惜敗した人たちが通ったり、またみんな通ったりしたのでそれはすごく嬉しいんですよね、はい、今社民党って私たちもそうですけれども新しく社民党を盛り上げたいというふうに集まってくる、うん、新しい層っていうのがすごく各地で増えてきてるんじゃないかなっていうふうに感じていますね。自分もそうですけれども、うん、やはりこういう時代にあって、まあ、国会もそうですけれども、まあ、地方議会でも一つの勢力がずっとこう強くなっていってしまうとみんなが右向け右って右に行ってしまったら、うん、果たしてそれでいいのかと、うん、もっと論を深めなければいけないっていうことを考えると、うん、絶対になくなってはならないこう理念というのがあるなというのに気づき始めた人たちが私たちもそうだ政治参加ができるんだっていうことにハッと気がついて、うん、今まで井実さんもおっしゃってましたし、もう榊原さんも田中さんもおっしゃってましたけれども、まさか自分が議員にっていうのはみんな夢にも思わないで今まで来たんですね。そう、思ってました。そうね、でも佐藤さん見てても、うん、こう政治に対する思いがあるからなんかまあ立候補したらいいんじゃないかとか思ったんですけどね。なんかもうまず私は福島さんと直接お話しできるようになったのは、まあ、東京都知事選挙で宇都宮健児さんの選挙を過去2回応援をした時に、まあ、ボランティアで入っていたんですが、司会やってましたもんね。そうなんです、ね、暑さコンビで、ね、本当にそうですね、勝手連的にねこう市民の方がボランティアでみんなで手作り選挙をやっていたので、うん、もう人手が足りないですから司会をやって凱旋をやって事務作業もやってってみんなでこう手分けをして必死でやっていましたけれども、そこで大きな選挙を経験した時に、まあ、都知事選は宇都宮さんがこう、うん、敗北してみんなで悔し涙だったわけですけれども、うん、この活動を次につなげなきゃいけないっていうので、うん、もうその選挙でまかれた種がこう芽吹いていって今少しこう芽を出し始めていると、うん、でそれがだんだん育っていく時期なのかなというふうに思っていますので、うん、私たちも福島さんそして社民党の大先輩たちがまいてくださった種としてこの春芽吹いたのかなというふうに思ってます、はい、どうですか。あれでも中井さん公募で来られたんですよね、うん、公募ですね、なんで口でも勇気がいりますよね、公募やっぱり、ね、なんでしょう、社民党の理念は本当に私大好きだったので、そこで本当に、まあ、インターネットを開いた時に、うん、公募に飛びついて、うん、でもすごい決心がいりますよね、はい、うん、だってこうルーレットの上に自分が乗るようなもんだもんね選挙ってなことないで、まさかのまさかので、でもその時に一つ思ったのはこう何でしょう、まあ公募の時もそうでしたけど、やっぱりこう子供がいる、まあ、自分もまあ子育てをして、うん、やっぱその声を届けたいなっていう思いはすごく強かったのもあって、まあ、今になってもその声を届けられるのはあなたなんだよって言ってくださる市民の方のっていうのは本当に温かいなと思いました。でこの1年振り返っても安保法もそうですけど、まあ、今回特に母親たち、お母さんたちがママの会ね、ですね、すごく頑張って活動してたなっていうのも本当に見受けられて、それを途切れなくもっともっと広げられたら、まあ、私の地域でもそうですけども、そういう活動がもう全国で広がっていけばさらにいいのかなっていう思いはすごくあります、うん、そうね、だから誰の子供も殺させないっていう安保法制に反対するママの会のスローガンは、だからあれを言う時になんか中井さんのこととかよく思い出してましたよ、ね、でも札幌でも仙台でもそれから、愛知でもそれから福岡でもいろんなところでママたちと一緒に、あ、横浜でも街頭演説やってすごい仲良くなりましたよ、ね、現
日やっぱ国会の前でもお子さん連れてきてる母親たちがすごく多かったなっていうのが見受けられて、いや本当もう本当真剣に考えてたなっていう思いがこっちにもすごい伝わってきました、うんうんね、だから私戦争法案の反対の中ですごい触発を受けて、やっぱり民主主義ってなんだこれだじゃないけれど、ここに民主主義がある、あるいは年齢や今までのキャリアや学歴やポジション、社会的権威と関係なく一人一人がこう、ね、言葉を発することでこの社会を変えていく、でそういう地殻変動のシンクロと連動しながらやりたいっていう、まさに宇都宮選挙でもこれからみんながむしろみんながって言ったのとつながっているし、でも考えてみたらちょっと今年の統一地方選挙はそういうのもちょっと先駆けのような、つまり今普通のっていうのはあんまり変だけれども、なんか別に2世3世とか、うん、議員になって偉くなろうっていうのと関係なく、うんね、なんか志して立候補して日常生活の延長線上でこうすごくこう政治を考えようみたいな感じじゃないですか、うん、坂木村さんどうですか、うん、私みずほさんがよく言う民主主義はこの自分の手の中にあるんだよってよくみずほさんがおっしゃるんですけど、うん、その言葉が私も大好きで、一人一人が本当に自分が民主主義なんだと、うん、それを本当にみんなにこうどん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 こう分かってほしいし、うん、で今回のこのことでやはり立憲主義だとかやっぱりこう皆さん自分たちが守られなきゃいけないということが、うん、大変こう世の中に知れ渡ったじゃないかと思うの でだって今はもう聞くと初めてこういうのに参加してね、初めて集会に参加してね、うん、初めてデモに行ってねっていうその初めての人たちがたくさんできたわけじゃないですか、うん、でそうなるとやはりこれから本当にこう何が大切か、我が社民党は護憲をやっぱりやってきたわけですから、うん、憲法があることによって我々が守られてると、うん、ちょっとこれは叫んでいこうかなと思って、もう来年の抱負でございます。そうね、はい、安倍晋三から憲法を守れっていうのがシリーズのスローガンだったからね。シリーズのもうゴールは本当に、あれはもう本当に世紀の出来事というか、うん、もう国会前 の彼らの行動、まあ、総係行動の皆さんとシールズともこうみんなで一体となってやっていたのが、うん、もう海外メディアでもこうバッと報道されて、うん、実はもう海外でのインパクトの方が大きかったんじゃないかななんて思うぐらい、はい、たくさん写真を見ましたね、うん、ただ私たちにとってその国政っていうのはすごく最初遠く感じて、政治ってなんか特別な人が例えば世襲なんかもあってお金もかかるしやるんじゃないかななんて印象もあるわけですけど、実はそうではなくて、福島さんもおっしゃる通り、私たち特に自治体議員は自分たちの住んでいるその地域から声を上げていく、自分の住む町をまず良くしたいって思いから政治参加が始まるっていうのを非常に感じたわけですけど、そのあたり伊地知さんなんか特に自治体を、うん、議員としてって思いが強く、最初にまず自分の政治テーマっていうとおこがましいんですが、うん、やはり最初に市民自治っていうことを私は言ってたんですね、うん、選挙期間中も。で多摩市は、まあ、市民活動とかそういう、うん、運動も確かに結構盛んなところなんです、うん、ですけど結果的に自治基本条例があってもそれがなんかちゃんと機能してないっていう現実があって、市民の中にもフラストレーションがあるっていうことも一つだから、私はそれは何でしょう、市民の単純に味方をするとかね、市民の言うことを全部聞くためにじゃなくて、市民と一緒に市政を作っていくために、でそのための運動をしていきたい。でそれは私は行政と対立するっていうことではないと思ってるんですよ、一緒に行政も一緒に街づくりができる、それが本当に健全な民主主義であって、うん、でそれが実現、その実現を求めていくっていうことって絶対に国政と地続きだなと思って、うんうん、そうですね、自分の暮らしの中で全部言ってみればお上任せだったのはそうじゃない、自分で、うん、例えば給食でもゴミの問題でも、うん、自分たちが声を上げてこういうふうに変わっていけるんだっていう手応えがあれば、そういう意識が芽生えた人は国政のニュースも聞いてても、ね、なんかおかしくないって思った時に動き出す力になるんじゃないかと思うんですよ、うん、そういう日々の積み重ねっていうのがまっすぐつながる、うん、だから私は自治体で本当に草の根じゃないですけどやっていくっていうのはもう今まさにすごいいいなることだと思ってます、うん、だからそ
民主主義ってなんだこれだって自分の手の中にあるっていうのとも国政って国政も実はすごく泥臭いんだけれどもこれが、まあ、地続きに全部つながってってやっぱり自治体、まあ、やっぱ町づくりとかつながっているし、それから実は冒頭佐藤亜紗さんおっしゃったけれどその国政と思われた戦争や平和や憲法も自治体で決議を上げたりまさにどんな自治体であるのかだから決して国政の課題ではなくだってですね、うん、民主主義のテーマなんだから最重要テーマだから、ね、自治体の議会で議論するのもその通りなんだよね、うん、本当にそうなんです、うん、で平和施策っていうのや、まあ、今回 の、 あの外交安保っていうのも、うんまあ、国の戦艦事項だから地方自治体で議論して何になるんだっていうそういうご批判を、まあ、なさる方もいる一方でただ、まあ、あの地方自治っていうのは、まあ、あの国政と、まあ、あの地方自治体っていうのはもう国と地方自治体は別の人格のものなので、うん、あの対等の関係でないといけないと、うん、地方自治法の改正が大きくあった時に、うん、そういうことがもうはっきりと出てきたと。でそうすると、まあ、国がこう国のやっていることに対してちょっと待ってよと地方自治体としては私たちの自治体はその国の方針には意義があるんだということを、まあ、の国に届けるシステムとして例えば意見書ということがあるわけですし決してその国会でこう議論になっていることは私たちの市議会とは関係がないよね議論してもしょうがないよねそういうことではないんですね。そうですね、私もなんかやっぱり国の政府と自治体って極めて対等と思っていて、だから憲法の新基地などノーって言ってるのになんで国が強行するのか、あるいはあの、函館市が大間原発の建設予定地から海だけが隔てて24キロなので、自分たちは30キロ圏内だから避難計画を作らなくちゃいけない、だとすれば30キロ圏内の自分たちには少なくとも同意見があるはずだと、原発を動かすことに、で東京地方裁判所に裁判を起こしてるんですね。だからこういうのはやっぱりあの実は原発は国の政策だけではなくって、まさに自分の自治体の命と暮らしを守るっていうことだから、それはまさに対等だし、自治体が物言わなければ政府の暴走を止められないよね。だから民主主義はここにあるっていうところからのこう発想でいけば、ね、やっぱり政府に場合によっては対等の立場でストップもかけるし、これはどうなんだっていう議論をこうもっとやっていくべきですよね。だから言うことを聞けっていう話ではないんだよね。でもあれですね、4人で三茶お仕事カフェってこれ世田谷区の就労支援の場所に行ったり、だから、まあ、いろんなところの自治体が結構こう頑張っていろんな施策をやっているっていうのは思いますよね。そうですよね、でなんか社民党のイメージってやっぱりみんな平和と福祉の党だというイメージがあるよっていうことをあの市民の方からも言っていただけるんですけれども、で護憲の党だっていうのは もちろんなんですけれども、それだけではないんだっていう、社民党の掲げている理念や政策って本当にいいものもいっぱいあって、例えばあの意外に思う人もいるかもしれないんですけど、農業政策、八王子都市農業で都内随一の農業政策の、八王子市長さんがありますね、1月ですね、はい、まあ、農業のこともですし、で三茶お仕事カフェにみんなで行ったっていうのもあって、その、まあ、あの雇用のことや就労、そして雇用につなげていくっていうのは、そういう、まあ、あの雇用対策のこともありますし、本当にあの平和と福祉だけでなく、もう他にもいっぱいいい政策があるんだっていうのを、もう堂々と私たちの掲げているもう政策っていいものなんですよっていうのを堂々と、正しいと思っていることを堂々と主張したいですね。そうね、はい、まあ、LGBT 差別解消法とか、はい、性暴力被害者支援法案作ろうとかやってるんですよね、殺処分ゼロの、あ、そうだ、犬猫殺処分ゼロ、ね、そうなんですよ、にゃんこ、あ、そうそうそう、犬と猫とね、本当にね、あ、でもあの朝さんもワンコロリン買ってますよね。死んじまったんですけど。あ、なくなった。大変失礼しました。ごめんなさい。でもなんか本当にね、殺処分ゼロというのはあのいろんな自治体で今動いてきてますし、ね、LGBT も今回かなり前進して、ね、豊島区議会議員の石川大河さん、今日もなんか千葉に行かれてるって聞きましたけど、いろんな自治体を回ってあの講演をしたりですとか、自治体でそのパートナーシップ条例のことですとか、まああの。あと宿泊施設の差別の問題の解消とか、やはり自治体が動いていかないとあの改善されない差別の問題もありますので、そういった活動を精力的にやっている自治体議員も全然仲間がいますね。はい、社民党は社民党 LGBT グループがありますからね、はい、他にこんなこと取り組んでるよとかありますか？
調布市はオリンピックが、参りますので、日本ですけどね、味の素スタジアムを、使用したり、そうですね、これからやっぱバリアフリーとか、そうですね、どうですかね、バリアフリーももうだいぶ進んでますので、訪れてくれる方々には、いい街になるんじゃないかと思って、私も期待しながら、頑張ってます。でもチェックね、はい、東京オリンピック・パラリンピックの時のガイドラインっていうのがあるんですよね、バリアフリーとかね、だからそれを障害者団体の人たちがチェックをしようっていうのがあって、まあ、2020年までに東京、まあ、東京だけではないけれど、そのガイドライン適合してるかどうかとかチェックするとかいうのがあったら、それはオリンピックが終わった後も住みやすい街になりますよね。そうですね、そうか、中井さん家、中井さん家なんで、ね、小平市だよ。そうですね、小平は、まあ、唯一じゃないですけども、まあ、議会で言うと、まあ、市長を含めて与党になるので、まあ、何でしょう、その議会含めてあまり、何でしょう、こう結構あったかい雰囲気ではなんですけども議会の雰囲気としてはまあそんな ガチガチはない二元代表制だから本当に与党野党ってなってはいけないね、はい、やっぱりそういうその大会派とかそういう会派 の、 パワーバランスというかそういうものがやはりありますよね。あります。魂はいかがでしょうか。魂は、まあ、私たちネットの人たちとね、スカイ派を組んで、まあ、3人なので、字幕国政で、まあ、でも、やっぱり見てると、やはり会派の勢いとか、まあね、こういうのが会派政治っていうものなのかなって見えますけども、ある意味、本当3人で、一番ちっちゃいので、もう割と言いたいこと言ってますね。で今回多摩市では特別職を今度引っ張ってこようと、まあ、うちはスマートウェルネスシティやるってずっと言ってるんですけど、うまくいか、まあ、進んでいないんです。うまくいってないと言ってもあれですけど、なのでまあ、上からね、国から人を引っ張ってきて2年間で特別職なので部長以上ということで各部を横断して何でもやってもらう。でまあ、いいことづくめのように言うけどそれでいいのかと、国からね、パイプのある人も引っ張ってきてそしたら何かいいこともあるかもしれないって、でもそれって2年でいなくなっちゃう人っていうのは本当に多摩市のためになるのかっていうことと、あとは多摩市はですね、本当に皆さんの自治体とかなり違う特殊な町なのは、多摩ニュータウンというものがもう本当に6割以上、7割かな、占めていて、でそこに入居した40年前の団塊の世代の人たち、あと町議会、村議会だったものが町議会になり市議会になって、やっぱり職員の人たちも団塊の世代で追って入ってきた人たちがもう一斉にリタイアしちゃうんですよ。だから今度のこの仕事をどうやって引き継いでいくかっていうのも大きなもう課題なんですが、でそういう時にね、だったらそういうふうに上からのパイプじゃなくてこの多摩市の中で多摩市早抜きで頑張っていく、多摩市で在住じゃない人もいますけど、ここでもうずっと頑張っていくんだっていう人たちをどんどん育てていく、そのことの方が大事じゃないのかっていうことをまあ言わせてもらったんですよ、会派では。あんまりね、それも私たちだけ反対したんですね、特別職引っ張ってくるっていうのは割とそんな風に突っ張っているので、なんかこう行政からはちょっと微妙な目つきで見られていますけど、でも私たちそれでいいと思ってるんです。もう本当に本当におかしな力学とか、こういうことしたら何か得があるかもしれないっていうのは、そのなんか国からのパイプでね、でもそうじゃなくて地図、もう市の中の自治体のもう地の力をつけていこうよ、底力をつけていこうよっていうことを、まあ私たちこれからも言っていこうっていう思いではいます。それは本当に社会民主だと思ってます。私、実は1998年立候補決意してその時参議院になったんです。来年で18年目なんですが、来年参議院全国比例区で出ます。
まあ、それは置いといて時々宣伝が入ってきてそれで土井孝子さんにすごい口説かれたわけですね。あ、もちろん当時保坂さんやいろんな人にも口説かれたけれど、その時私は気が弱いので政治家には向きませんって言ったら、はい、私それ知ってます。土井さん黙ったんですよ知ってますって言ってもおこがましいですけど、新聞記事で拝見して、福島さんはその土井孝子さんから、うん、出てみないと言われた時にもう苦しくてトイレに駆け込んで泣いて、でトイレの窓から星様が見えたのを覚えてるっていう。あ、そう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 、そうなんですよ。もうこれから有事立法がさみだれのように出てくる、そんな国会で頑張ってほしいって言われて、うん、私は弁護士を転職と思っていたが、まあ、自分がランランこうやってると床が抜けるんじゃないかっていうような時代になるかもしれない、まあ、実際有事立法が1999年周辺地裁法とか出たわけだけれど、ともう一つ土井さんに、まあ、気が弱いので政治家には向きませんって言ったけど、もう一つ、いや私は一日一日ハッピーに生きていくのを信条にしていますと、私楽しく生きていくのが好きで、だけど議員になると政治家になると、まあ、政治家ってほどおこがましくはないんですが、議員になると、まあ、政治家になると一日一日ハッピーに生きていけないような気がしますって言ったら、土井孝子さんはしばらく考えていてこうおっしゃったんですよね。いや一日一日ハッピーっていうわけにはいかないけれど、やりがいを感じることがありますって言ってくれたんです。でやっぱりこの政治の世界って、ていうか、まあ、どんな仕事についても、パン屋さんで働いても花屋さんで働いても、経理をやっても何やっても、仕事って楽しいことばっかりじゃないじゃないですか。弁護士だってそうだし、まあ、記者だってそうだし、保育士さんだって大変だし、学校の先生だと本当にもっと大変だったりとか、まあ、いろいろ、まあ、路線バスさんって大変だしとか、あらゆる仕事は大変なんだけれど、またその議員の世界もこう注目もされるし、注目されないとまた困るしみたいな、そこでもよく難しいですね。でただし、だから嫌なこともあるんですよ。で私たち共通項は女性だから、まあなんていうの、でもしかしたら若い 女の子とはもう思われてないかもしれないけど、まあ、でもまあ楽しいことばかりじゃないじゃないですか、しかし、まあ、やりがいを感じる、法律作ったり質問して変わるとか、何かを引き出すとか、それとも論戦するとか、だからその嫌なこともあるけどやりがいもあるってこういう感じだけれど、その両方嫌なこと、いやもう今日はもう嫌なことじゃなくて両方そんなことはざっくばらんにどうですかね、どう。でも多分ね、自治体議員の方が、隣近所が近いから、ジロリンって見てるとか、居酒屋で騒いでたとか、なんか飲んでたじゃないけれど、なんかゴミを出していたとか、そんな、買い物、スーパーで買い物したら、お惣菜買ってたとか、そんなことはないですか、距離感が近い。ちょっとみんなに聞きたいんだけど、うん、本当にいや近所にね、ちょっとスーパーで買い物行くとかっていう時でも、身だしなみ気使ってます、うん、ちょっと最近手抜き始めてやっぱりちゃんとしてないといけないのかなと思って、チェック入りますよね、やっぱね。突然ピンポンが来た時はまずいまずいと思って、ね、誰だろう、こうあ、チャイムが鳴った、自宅の。でもそれ普通宅急便の時もすみません、そんなことない、そんなことない、ちょっと着替えなきゃみたいな豊島区議会議員の石川大我さんが、はい、自分が彼は今2期目ですけど、はい、新人で当選した直後にアドバイスをくれたのは、僕はね、家を一歩出た瞬間から仕事だと思ってるんだよって言っておっしゃっていて、どういうことですかって言ったら、僕は家に帰ったらもうプライベートの時間、お友達と話したりとか電話したりとかあるけれども、家を一歩出たら僕はもう豊島区議会議員石川大我っていう風に思って、もうご挨拶をするところからもう自分の仕事だと思ってやってるから、もう佐藤さんもそういう意識をきちんと持ってねっていう、そういう意識を持つところから、やっぱり普段からこう背筋が伸びるからっていうアドバイスをもらって、あ、そうなのかって思いました。でもやはりゴミ捨てに行くときはね、もうちょっとゴミ捨てに行くときにちょっと化粧しておゴミ、それもちょっとなと思って、そこはナチュラルにゴミを出しにちゃんと分別をして、分別をして、はい、ここはねナチュラルな姿でゴミ捨てに行きますね、はい、佐藤あずさはすっぴんでゴミを捨てていたぞとか言われたりもあるそれも、まあ、自分の姿ですけどね。向こう、私は相手を知らなくても向こうはみんな知ってるわけだから、だからね、本当そう思うといつもなんかこう、あ、こんにちは、あ、こんにちはって感じで、おはようございますって知らないけどこう言って歩くようなね雰囲気になってますね今ね。まだ私意識がついてこなくて、この間も市民の方に、愛知さん、私存じ上げない方で、愛知さん、
あのこんにちはね、はじめまして、あのなんとかですと見てますよって言われて、そう本当にあのその瞬間素になってしまって、あのこっちは、ね、知らない人でも、まあ、本当に、いや伊地知さん、え私のことご存知ですかって、いやいや有名ですから有名ってのはお世辞だと思うんですけど、うん、ポスターを貼ったりとかね、そうそう、自然報告を出したりとか、みんなの報告を見てくださいね、あと街頭演説で見たりね、そうですよね、でもそれは見てもらってのはね、うん、注目してもらってることはいいことだよね、いいことなんですけど、ちょっとこっちがまだ慣れてないというか挙動不審になるんです、うん、えあすいませんありがとうございますみたいになっちゃって、こう男性よりも女性に頑張ってっていう声が結構今ね、やっぱり女性注目度が高いと思うので、うん、やっぱその点からすればやはり女性で議員だっていうとね、そうね、うん、まだ少ないもんね、ね、なんか視察で、あの国、あの海外友好交流都市っていうのがあるので、うん、八王子はあの、あ韓国、中国、それからまあ台湾も結んでるんですけども、うんうん、台湾に11月に行ってまいりまして、うん、台湾の高雄市、うん、で行ってきたら、もう女性議員のパワーがすごいと、うん、でまあ、台湾総統選もありますけれども、その高雄市はまあ市長が、まあ、陳菊さんという女性で、うん、とってもパワフルな女性、うん、で議長も女性、うん、で女性議員がもう本当にこう元気いっぱいで、うん、日本はもっともっと女性が議員として増えてもいいんじゃないどうかしらっていうことをやはり食事の場なんかでもね言われたんですね、クォータ制もそうね、法律実現したらいいんじゃないかっていうのも、うん、台湾の方からどうして日本もっと増えないの不思議だわっていうことを、うん、あの会食の時に言われましたね、まあ、自治体議員も増やしたいし国政も増やしたいね、この間、うん、あの民法改正の最高裁の判決も、3人の女性裁判官と2人の弁護士出身の、あの裁判官が違憲って言ったわけで、やっぱりこの3人の女性裁判官、女なら誰でもいいってわけじゃないけど、やっぱり自分の問題として考えてるんだなっていうことは思いましたもんね、中橋さんはどうですか気になって気になってた、うん、でも本当に些細なことなんですけど、どうしたの、あ、まあ、このやっぱ 地域のこう地元で、まあ、本当に市民の皆様からやっぱ本当た看板一つ、うん、例えば飛び出し危険っていうのを変えてほしいって言った時に、やっぱすぐ走るわけじゃないですか、市役所に、で、まあ、市役所にお願いしに行って、それが本当に些細なことですけど、新しいのになった時は、はあ、よかったってすごく思いました。これは本当結構最近の話なんですけども、市民相談で、ね、市民相談であるんですよね、そういう時は、あ、よかったなと思って、なかなかこうね、市役所の方になかなかやっぱこう新人議員っていうのもあるから、なかなかこう私もなこう言うのにどうやって言うのがこうベストな関係になるかなっていうのも考えつつ、そうです、やり取りも考えながら行くので、そこで本当に変わもう本当にピカピカになった時は、ちょっとよかったってありますね、まあ本当に思いました。本当にちっちゃいことですけど、やっぱそれ積み重ねて大事なんだなってつくづく思います。そうですね、趣味のためにできたぞっていうね、現実が変わるんですよね、嬉しいよね、嬉しかったです、素直に、そういうことが積み合わせで、うん、あのなんかハッピーになるよね、ますね、だからすごいやりがいもありますよね、あります、あ、なんかこう姉ちゃんみたいな扱いで昔みたいなことありますか？あんまないか、まあ、女性だっていうところでいろいろとその、まあ、セクハラはありますし、いろいろと辛い面もありますけれども、みんな注目されてるからね、女性の胆力っていうのもあのやっぱり信じていきたいんだと思っていて、うん、まあ、受け流す力というか、まあ、あの全く興味のない人にあの誹謗中傷や罵詈雑言を浴びせないと思うんです。だからその何かこう、まあ、セクハラでも何でもあのひどい言葉を投げつけられた時にこうメソメソするのではなく、あ、興味を持ってくださってるんだなっていうふうに、もうネガティブな感情をぶつけられてもその時はこう悲しいと思いますけど、ポジティブにどうもありがとうっていうふうに私に投げ返すのまたそれ女性の数が増えるとまたそれも違ってくるんだろうなと思いますよね、だからなんか意地悪、あの今回福島さんの意地悪、うん、意地悪化する日本、内田達郎さんと1600円岩波書店館です、はい、はい、はい、本を、はい、あの出版なさったんですけれども、はい、意地悪な気持ちに対して、はい、さっきその福島さんが毎日ハッピーに一日一日やっていきたいっていう思いがあって、あ、こちらですよね、はい、意地悪化する日本、ペンギンさんが内田達郎さんと福島みずほさんの共著ですか、
はい、そうです。あ、てか対談をしたんですね。対談の、はい、意地悪がする日本、内田達郎さんと、うん、福島瑞穂、正直親切愉快な日本を取り戻す。そうですね、その意地悪な気持ちを向けられた時に意地悪な言葉で返しても何も生産的でないんだけれども、どうしてその人は自分に意地悪な言葉を言ったんだろう、何かその人の中に解決したい問題やいろんなこうフラストレーションがあってデルサンチマンがあって、それが何かこう自分にぶつけている言葉になっている、だからどうしてあの人あんなこと言ってきたのかなっていうのを考えると、まあ、例えばその人がもしかしたら失業中で医務作業していたのかもしれないですとか、いろいろなことを想像できますよね。だからもう嫌なことがあったのを嫌なこととして受け止めるか、嫌なことから何かこう転んでも立ち上がるみたいにするかっていうところが、割と女性はこうそのあたりはこう切り替えがキンキンできるかなっていうふうに、私特には榊原さんなんかすごくその辺はあのいつも元気で尊敬してるお兄ちゃんの部分ですけれども、切り替え上手ですよね、とっても。いや、あんまりあの、うん、入ってないってことですよ。私なんか意地悪されたらぶっ殺してやるんだけど、全然もう。恐ろしい恐ろしい。いや。真剣に受け止めるのも大事だけどね、うん、数がとてもねすごく多いだろうから大変だと思うけど、そうですね、うん、いやでもあの全部ハッピーな仕事ってやっぱりないから、うん、それも織り込み、うん、でも私たちはなんかすごくやっぱり泥臭い仕事をやってるんだなって思う ね、うん、超泥臭いことやってますよね。そうですよね。でもね、あと街頭演説がやってるとよくいろんな人が話しかけてきて、例えばアルツハイマーの父親を6年介護しました、そしてその後3年間今認知症の母親を介護しています、でも年金が6万円なんで多分お母さんかもしれないですね、うん、で施設に入ることができないんです、24時間母の面倒を見ていて私の時間は全くないんですと、福島さんこんなの変えてくださいとか、もう本当に現場に問題の問題が本当にあるっていうか、そういうこと思いませんか。思いますね。であの私あと最近よくお会いしてお話ししている方 あのそれぞれあのもあの相談をしてくださるトピックが違うように一見見えるんですね、うん、例えばあの18歳の春問題、その児童養護施設が出た後の、うん、まああのまあ、ちょっと法律法改正も今後ありますけど、うん、でもあの18歳でこう施設を出た後に、まあ、例えば住まいの問題でつまずいて、うん、そこで就労にも結びついていかなくて、そういう苦しい問題を解決したいって頑張ってる方がいると、うん、でまたあるいはあの福祉施設でこう頑張っているんだけれども、なかなかこう例えば介護 あの職種のこう地位を上げていくっていうのことを考えた時に、まあ、研修の壁があって、うん、もっと現場に入るのにまず有資格者じゃないと現場に入れないから、うん、やる気のある人が現場に入るのにまだまだこう壁があると、でそこに行政が入ってくれたらいいなとか、うん、いろんな考えがあるんですね。でまたあの中心市街、八王子はそのまあ中心市街地の街づくりとかあるんですけど、その街づくりをどうしていくかってこういろんな立場でそれぞれの人が考えてるんですが、うん、それってあの全然別の問題であるように見えて、実はすごくつながっていて、まず住まいの問題がこうあったりですとか、うん、あるいはそのバリアフリーの問題がまず先に来たりですとか、こうバラバラになっているような問題が実は市の抱えている課題のこう一つ一つのこう視点から大きな問題が見えてくるような、そういうことを感じているので、市の所管ごとにこっちの所管、こっちの所管、うちは知らないってことではなく、どう連携してもらうか、どう問題を共有してもらうかっていうのが難しいなっていうのを今思ってますね。ね、なんかほらもう4人に1人高齢者、うん、また何人に1人地方症になるっていうものをもう目の前に分かってる、うん、認知症になるっていう、そういうことを抱えてるわけだから、やっぱりそうやってね横断的に物事を進んでいくんだっていう行政も今一生懸命やってるから、そうですね、連携図って町内会議なんかもしてくださってるんですけど、うんうん、やっぱりこうスペシャライズであるがゆえにこうジェネラルっていうことになると、あっちの所管のことだからっていうふうにちょっとこうね、ちょっと行政はねやってるね、結構あるんですね、やってるね、やっぱりその現場の声をね一つ一つ聞いて解決っていうのは、そうそうそうね、求められていくんじゃないかな。そうですよね、さっきの中井さんの看板の話でもそういうのってグーって感じじゃないと、やっぱ市役所の方って多分それが一番地域は大事なんじゃないかなと思って、そうですよね、私はもうとにかくなかったらすぐと思って駆けつけるっていうのが大事ですね。でもね、この政治ってその難しくないっていうか、ちょっとそのすぐっていうことで言うと、私もあの例えば
障害者の人たち、まあ、障害者制度改革推進会議の大臣時代に座長だったんですね、うんうん、でそれで 3.11 の、 あの東日本大震災原発事故があった時に官房長官の記者会見に手話をつけてほしいっていう声が上がったんですよ、はい、で電話を枝野官房長官の秘書に電話したら即刻実現したんですよ、はい、だからそういうのってなんかコロンブスの卵、ね、確かに今こう手話がついてるでしょ、うん、そうするとあそうだ世の中、まあ、本当はだからまあ、字幕とかもっともっと進むべきなんだけれどもあ世の中にやっぱりこう手話を必要とする人がいるっていうことを、うんうん、健常いわゆる健常者も理解するじゃないですか、うんうん、でも私たちの仕事ってなんかこうちょっとこうコロンブスの卵じゃないけれどあ言われてみてそうだともっと生きやすいよねとこの社会のいろんな生きづらさをどう知恵と力をこう使ってでどうこうどういう手段でこう突破していくかって、ね、なんかこうちょっとこうなんていうのかななんかこう面白いところもありますよねありますあります。これをどうやって変えていくのかとかねあります戦略を一緒に伊地知さんが最初におっしゃったみたいに、うん、行政の皆さんとも市民の皆さんともみんなで一緒になって戦略を練っていくっていうどうしたら自分たちの住んでいる地域が良くなるかっていうのを、うん、いろんなこうあの看板のことから、うん、もっと全施策的なことからいろんなこう声をつないで現場に、うん、現場の声を届けていって、うん、でもっと大きな問題としてあの見えてくる課題っていうのをこれだっていうふうにメスを入れていくそれを発見していく喜びっていうのありますよね。でもなんかあれねみんな1年生議員に思えない、ね、でもなんか忙しいでしょなんかそれぞれのフェイスブック拝見してるとねとても忙しいね怠ってるなんか福島さんがだってこれだけお忙しいのに、ね、ついていかなきゃいけない結構と記事がそうなっちゃってるんだと思いますよ。ああすごいです、うん、すごいです、まあ、どうもどうも全国が小選挙区みたいな感じだからね、うん、でも全国津々浦々にお友達がいるみたいで、うん、それもハッピーだし、うんまあ、こうやって今日こういう話ができるのもすごくハッピーなんですよ、うん、政治の世界って孤独でもあったりするじゃないですか。そうですね、うん、だからこの内田さんの意地悪かじゃなくて彼が正直親切愉快って言ったのね、この正直も必要だし親切も必要だし愉快も必要ですよね。そうですよね。あそうだくだらないんだけど国会って確かにシビアなんだけど衆議院と参議院って選挙制度が違うでしょ、はい、そして参議院も選挙区が違うとちょっと変だけど党が違うからもちろん切磋琢磨なんだけれど、はい選挙区違うと割と応用議員連盟みたいなのがだからものすごくできやすい連携しやすいですね。そして参議院も3年おきだから、私は来年改選期なんですが、まあ、時々入ってすみません再選なんですがだからほら変なこと言うとそのみんな実は党が違うしライバルなんだけどそしてよく嫉妬の海を泳ぐみたいなふうには言われているものの、うん、でも実はそういう意味では選挙区が違うとわりかし応用になっちゃったりするんですよ。いや私は選挙区が同じだったらどういう関係かちょっとわからないけれど、うん、ただ自治体議員って例えば40人当選しますっていう場合に1対39ってある意味ライバルでもあったりするから、ね、結構しんどいんじゃないかとかね。ありますね。どう？くだらないこと聞いてすいません。会派組んでても、うんね、4年後は皆さんで、ね、敵だもんね。敵っていうかもう共存共栄もしないけどね。ライバルね。ライバルなんで。やっぱりその先輩議員ってもうなんか7期とか5期とかいうといろいろ大先輩もいるわけですけれどもいつも大事にしたいなと思うのは地方自治体の選挙っていうのってやはり祭りごとの原点というか私八王子市民ですけれども八王子市民ですけど生まれ育って18歳までは岐阜県だったんですね、うん、で本当に田舎のイノシシや猿が出るようなタヌキが道でこう道路で車に引かれてるのはタヌキとかそんなあいや神奈川だってそうですかそれだったんですけど子供の頃その地元から市議会議員選挙に出る男性がおじいちゃんがいるってなると、うん、普段こう学校帰りランドセル背負ってただいまなんて地域歩いていると、まあ、桑で畑耕せたり田んぼでこう田植えしてるおじいちゃんがおあずさちゃんお帰りなんて言ってた人が選挙となると急にループタイを締めジャケットを着て桑をほっぽり出してですね演説をする応援演説をするんです。私はこう何々さんを送りたいんですっていうことを必死に応援するのを見て、うん、あのおじいちゃんっていつも畑仕事してるあのおじいちゃんっていうのがあって自分たちの地域の
ことを自分たちでこう決めていきたいっていうそういう思いを小さい頃見て、でもみんな総出で必勝っていう八幡の思いでこの地域からこの市議会に送るんだっていうのを見て、私はそれは子どもたちにも、ああこれはとっても大事なことなんだ、だから子どもたちも小学校帰りにポスターを見ながら、あこれうちの地域のあのおじさんだって、でもあっちの地域のなんかあの女の人の方がなんかいいこと言ってそうだよねとか、そういうことを話せるようになるので、実際選挙ってそういう、私たち候補者になるとライバルですけど、でもそのライバル関係を戦い抜いていくことが地域の活性化というか政治参加を促すことになるので、そこはもう必勝の気持ちで仁義なき戦い、まあ、確かに中選挙区の時の方があの自民党も派閥同士のあれはあったけれど、むしろ中選挙区で切磋琢磨してる時の方がずっと政策論争ができたっていうのもあるからね、それはあるかもしれないね。でもそしたらですね、まあ、今年1年はでも激動でしたね。周りも友達もびっくりしたんじゃないですか、はい、どうですか。本当ですね。どう、友達を失うことなく友達はたくさん増えましたよね。どう、同級生はみんなびっくりですね、大学の、うん、あーみたいな、あの中井美和ちゃんがみたいなみたいな、そんな感じじゃなかったのにどうしちゃったんだろうって、どう、そういう反響が、うん、でもなんかやっぱ Facebook とかやっぱ見てる方はやっぱ見てくださってんで、それを見ると、あ、美和頑張ってんだねっていうのは、あの同級生からも友人からも言われてんで、だって美和さんの見ると、あ、美和さんだね、中井美和さんの見ると平和への思いって、いやみんなもそうだけど半端じゃないよね。そう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 、ね、それは伝わってきますよ。だからやっぱり立候補して議員になったんだとか思うもんね。あと今は娘がもう完全もう社民党っていうのも完全インプットされてまして、街に行っても、もう先生、ママの先生のポスターだって言われて、もう、中井美和って、なんかすごい大きい声で、中井美和って、小平市に行くと、すごい叫ぶんですよ。すごい恥ずかしいんですけど、おいくつでしたっけ、5歳です。ようやく来年小学校になるんですけど、完全もうニュース見てても、ちょっとママの先生出てるよねってすぐ飛びつくんだ、かなり影響力があるん で来年やっぱり18歳選挙があるんで、うん、もう若者にやはりこう社民党というのをやっぱ前面にアピールしていきたいなっていうのは思いますね。そうですね、LGBT とかね、だからうちは別にその2世3世っていうのはいないけれども、やっぱ親の影響を受けてっていうのはやっぱりありますよね、うん、じゃあそれはなんか頼もしい ね、そのお嬢さんとはとも安倍首相も完全インプットされて、ママの敵でしょ、ね、そんな気がびっくりする5歳でしょ、本当にすごいね、すごいね。でも中井美和って言うんだっていいんですよ、中井美和って言うのね、中井美和あの叫ぶんだ、娘叫ぶしすぐ真似するんですよ、こういう姿とか、そうそうそう、子供マイク何者が好きですからね、演説しててもマイク奪われそうになったり、ちょっとで家に平和グッズがいっぱいあるって、うん、戦争反対とか家でやるわけですよ。すごい、うん、面白いね。でも昔60年安保の時とか子供たちが安保反対ってなんか意味が分からなくてもなんか安保反対とか言ってみんなで隊列組んで走ったとか言うから、やっぱりそれはあれですよね。戦争反対ってあのリズムが完全に入ってて体に染み付いてみたいで、家で結構いいですね。地域もテインズソウルも皆さんいます、やっぱりあのインパクトっていうのは、うん、あのやっぱり私今回のその夏でびっくりしたの、うん、みんなスタイリッシュでおしゃれに、おしゃれでしたね、やる、だって私たち言いたいことがあるんだけど何か言っちゃいけないのっていうの、そういうで、ね、うん、かっこよさがあって、かっこいいね、惚れるっていうね、スタイリッシュでしたよね、あれ結構ロゴとかにもこだわったとか、そうです、結構ね、うん、真剣に真剣にこうどうやったら伝わるかっていうのをもう本当に吟味されているフライヤーであって、ね、あちらって言わないんですね、フライヤーって言うんですよね、そなんか東北 の、まあ、あのシールズの方見たら、東北 の、 そのシールズの人たち の、 あのロゴは少しこう変えた方がいいんじゃないかとか ね、 そうそうそう ね、 ね、緻密な議論を重ねてやってらっしゃるんだっていうのを本当に尊敬しますね。でもやっぱり面白かったね、だってスマホ見ながらこう演説するから、私たちも紙を見るからやっぱり世代が、いや紙見たりなんか私はしません。でももう一つのリック背負って演説するのも面白いよね、つまりリックも含めてファッションなんだね。そうですね、あの、うん、キャップをかぶった、そう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 、私たちはなんかそのコートを着ないで演説するのかとか、
ろいろありますけど、もうファッションも自由、そうね、本当にその福島さんがいろんなものが、いや、あらゆる価値観とかいろんな立場や年齢が相対化された、そういう瞬間を感じたっておっしゃってたのも、ね、今回の運動の中にあったんじゃないでしょうか。そうなんですよ。だから、あの、私たちも、もう毎日みずみずしく自分の思ってることを勝たなくちゃとか思ったのが、うん、あの最高裁元長、あの判事と奥田亜紀さんと話して、両方素晴らしかったんですよ、中央公聴会、はい、でもあのその瞬間にやっぱりで国会議員起きてくださいとか言って恥ずかしいよね、なんか本当に恥ずかしいんですが、でもそれはさっきあの瞬間、いや両方素晴らしかったんですよ、でもあの瞬間やっぱり年齢、学歴、社会的身分、権威、キャリア、いろんなものが相対化された、初めてマイクを握る高校生、初めてマイクを握るママの言葉が人の心を打つ、ね、あれはでもね、とても素敵なことですよね、うん、いや私たちは長年の活動や運動をとてもリスペクトする、それがなければ、ね、あのこれはないし、やっぱり総係行動、それから労働組合や、はい、それがこうないと、うん、その上に、あの上にっていうか、あのあるわけだから、ただなんかあらゆる人に可能性があって、ね、あらゆる人に希望があるっていうのはすごくいいなとか思ってね、なんか化学反応だっていうふうにいつも思うんですけど、社民党もそれがキーワードかなって私いつも思ってるんですが、うん、もう大先輩たちが築いてきたその運動っていう伝統があって、経験があって、でノウハウがあって、でそこに新しい爆発力で、今そのインターネットっていう強力な飛び道具もありますから、うん、そこで私たちがこう反発し合うってことを、まあ、反発し合うことも時には必要で、その新しい物質とその違う、なんかこう物質同士がこう交わる時っていろんなこうことが起こって、でもこう修練し合ってもっといいものに生まれ変わる、うん、だから化学反応が国会前でも起きていたし、ね、でそれぞれの自治体でもどんどん新しい芽がこう出ていって、先輩議員たちを突き上げていくんだって、先輩たちもやれるもんならやってみろっていう風になっていってそれが私はこう党の組織としても重要なのかななんて、生意気なこといつも思う。まあそうですね、化学変化はだからすごい楽しいんですよね、はい、だから私も人々の中へ、人々と共に、うん、いろんな人と出会うことで、こっちも化学変化が起きるし、だから上から目線でこうじゃなくて、なんか対等に、対等って言ってもがっちり対等じゃなくて、こう動きながら、そうですね、でもリスペクトはもちろんし合いながら、なんか化学変化がバリバリ起きると、ね、なんか巨大恋愛をしてるような多重恋愛関係でもさ、支持者の人たちとの関係もさ、なんていう、恋愛ではないけど、なんかたくさんの人たちとこう関係がっていう感じしない、結構大変だよね。どうですか恋愛ではないけれど、なんていうの、たくさん、でもやっぱり私も皆さんもそうだろうけど、たくさんの人にやっぱり支えてもらって、たくさんの人に支持してもらって、たくさんのこう直接間接を問わずやっぱり見てもらってやってるなと思いますね。どうですか。いや本当にしみじみ、この夏ぐらいでしたかね、本当にふっと思ったんですけど、改めて私の場合1500いくつだったかな、まあ、ビビったの数ですけど、でもそれだけの人数の人が、それだけの人数の人が自分の名前を書いてくれたっていうことが、奇跡って思います。それは恐ろしくもあり、でもやっぱりあの自分の力になってる、あのふと見失いそうな時はとか、あのやっぱりまあ駆け出しのくせにいろいろもう早くもへこたれたりとか揺らいだりとかいっぱいあるんですけど、いや、あの1500そう無駄にするわけにいかない、絶対にね、発信してくれてる人がいるんだもんね、うん、数字で見ちゃうとなんか顔が見えなく感じるんだけど、必ずその投票所に足を運んで書いてくださっている、そのあの数字っていうのは人間の数なんだってことを思うと、うちょっとこうなんかイライラされてへこんでとか言ってられないんだっていうのを思いますね。いや私も思って、私も名前を変えてもらう選挙だから、CD を例えば買ってもらうっていうのも大変じゃない、でも、雨が降ろうが氷が降ろうが天候が悪かろうが、その休みの日に投票、休みじゃない、まあ技術でもあるけど、投票所に行って名前を書くわけでしょ、そうです、これってすごいことですよね。そうです。でそれにいろんなその例えば6年間お母さんの介護をなさっててとか、そのいろんな思いをもうこの人に託すっていうので書いてくださるっていう、その重み、それをやっぱり私たちはこうへこたれそうになった時に、まあ、きれい事じゃないですけど絶対思い出さなきゃいけないというふうに思うんですね。
私ね、うん、あの障害者自立支援法って1割負担が出た時に1万人、まあ、すごい寒い中車椅子の人たちやいろんな人たちが国会に請願でもに来たんですよ、それは何度も何回かあって、で私たち抜きに私たちのことを決めないでっていうすごいデモだったんですが、うん、多分障害のあるお子さんのお母さんでしょう、うん、ものすごく怖い顔してきて、うん、私の方にやってきて、あなたに託してるんだから頑張ってよって言ったんですよ、まあそれはね、うん、本当にもう気合い入れて頑張りますよ、ね、そうですよね、あなでも怖い顔して、いやそれはだから真剣なんですよ、つか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 って請願デモの時に来て、うん、あなたに託してるんだから頑張ってよって言われて、本当にそうです ね、その気迫に、まあまあまあ、気迫に負けないようにって言うと変だけれど、まあ、本当に頑張らなくちゃと思いましたね、ではですね、もう楽しいわね、はい、楽しいわね、熱くなっちゃった、いや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 、やっぱりほら肩で舵切る心中主義と戦争をやるんだっていうのではなくって、やっぱり普通の人が普通にもっとリスペクトされて人間らしく暮らしたいよねとか、平和やそして脱原発の社会を子供にプレゼントしたいよねっていうのは共通だと思うんです。そうです。でも来年の抱負を、あのちび、いや来年というかこれあのずっと YouTube でも流すので、2016年まあこうまあまあ、豊富でもいいし、なんかちっちゃな決意でもゴミ出しに行くときは決めないでもいいですし、まあ、じゃあ いじじ京子さんの方からどうぞ、はい、本当に来年1年だけではないですが、まあ、あのそれでも自分にとっては2年目になります。いよいよ自分のテーマである市民自治、うん、せっかくある自治基本条例、議会基本条例、LGBT の人たちの権利だって歌ってるんですけれども、これを本当に生きたものにしたい。それは私一人じゃなくて市民の方々で共鳴してくださる行政の方々、私は一体化してやっていきたい、そのための土壌を作っていきたいということがありますし、もうとにかく足元から自治体から平和主義、自治体から立憲主義、人権の尊重される場面っていうのは常に私たちのこの日常生活の中にある、あの憲法の条文額に書いて飾っておいても変わらないんだっていうことを、うん、もう常に市民の方々と同じところで、というか私も市民の一人としてそれを訴えていきたいと思ってますし、来年に関して言えば参議院選挙、衆議院とダブルになるのでしょうか、うん、でもとにかく福島みずほさんに頑張っていただきたい、その思いでもう全力で取り組む、そのつもりでいます、頑張ります。あのいじじさんのタンバリン通信のあの肩の力の抜け方が、あのイラストが上手っていうかね、面白いんですよ、あの力の抜け方みたいなのが面白い目がくる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 つらって何これみたいな、はい、それも皆さんあのどうかあのいじじ京子さんのタンバリン通信なんか楽しいよね、あれだと機会がすごい身近になるので、どこかであのまた発表される、まあ月刊社会民主にも発表されるんですが、でもまああの見てくださいね、マスタードでも配ってますのでどうもよろしくお願いします、どうぞ、はい、私はですね、何としてもこう市民の方々と仲良く、楽しく、過ごしていきたいと思っておりますので、皆さん市民の方々見ていらっしゃいましたら、どうぞいつでも声をかけてくださいでお願いをいたします。ではまあ国政に立ってはやはりこの憲法が、我々の自由を守っているんだということを、それを強く訴えて会見をされないよう、頑張りなっていきたいなって思ってますね、もう本当に福島さんが元気で日本を走り回っていらっしゃいますのでその応援を一生懸命、行っていきたいし、何としてもこの社民党が元気で、そうですね、はい、女性が輝けよ、そういう、女性が、はい、と思っております。頑張ってまいります、お願いします。はい、私は引き続き、まあ、パワフルとハートフルと笑顔を忘れないっていうのは、まあ、常に心に決めてるので、まあ、2016年もその気持ちは忘れず、市民の皆様といっぱい触れ合い出会いを大切にして頑張ってまいりたいと思います。で、まあ、何としても選挙がありますので、まあ、社民党はまた、ね、皆さん一丸となって頑張っていきますので、うん、引き続き皆さん頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、
私は猛スピードで走ってきた8ヶ月だったわけですけれども、2016年はですね、走ることも大切なんですが、時にはやはり立ち止まって自分と全く異なる立場の人も、うん、もういわゆる保守の方とも話をして、膝を突き合わせてもう議論をして、もう自分と違う考えの人と話しては無駄なんだとか、そういうことを思わずですね、論を深める、もう論が浅くなっていくことを、言葉が交わされないことが貧困につながっ、政治の貧困につながっていくと思いますので、議論を深める、論を深める、思考を深める、そういうじっくりと地に足をつけた1年にしたいなと思っております。素晴らしい。どうも、来年は、参議院選挙があり、同日かどうか分かりませんが、日本の、社会の中で、本当に大事な年、2016年はまさに大事な年に、ごめんなさいね、こっちを見ないとダメですね、大事な年になるというふうに思っています。でファシズムが本格的に完成するかどうかというぐらい、すさまじい、天気にならないように、戦争法はあれはクーデターだと思っているので、クーデターは早く元に戻さないと大変なことになると、戦争法廃止法案国会に出して可決をするぞ、それから自民党改憲案にノーということ、 それからやっぱり一握りの 1% の人のための政治ではなくて、人を人と思わないような政治ではなくて、やはり 99% 国民いじめ庶民いじめではない、人が生きててよかったと思えるような社会を作るために、やっぱり元気でやっていきたいというふうに思っています。でそうですね、私は娘になんか最近ママカリ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 って言って、だって選挙もあるしとか言ったら、でも多分、ママというかあなたの近くに溝尾さんとかも言うんですが、来る人は、私のひたむきさと明るさに惹かれてくるんだから、カリカリしてちゃダメだよと、お母さんみたいなことを、今日今朝言われましたけれども、その正直親切愉快でやっていきたいですし、参議院選挙はとにかく全国駆け回って一人でも多くの人と、本当に本当に触れ合って、何としても国会に残り、そして社民党が250万票以上獲得できるように、本当に私たちも頑張りたいというふうに思っています。一緒に2016年、私たちにとっても社民党にとっても国民にとっても全世界の国民にとってもちょっと地球大きくなりますがいい年になるように。でも2016年、この YouTube はUstream で今日流していますが、 YouTube でずっと流すので、2016年も毎日毎日、体に気をつけて元気でやっていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。事務所に来てもらってプレゼントを共有したような福島みずほでした。ありがとうございます。どうも。
I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Emotional possessions. I wonder if you can. No need for greed, hunger. Just too much.
声が幸せの心配でみんなの笑顔が見えますね。